皆さんこんにちは、ラピ TV です。本日は火星で見つけた不思議な場所、マーズローバーが2022年5月7日最新の写真画像の中に写り込むソル3466の写真、この中に今写ってますこの地下基地入り口のようなものが発見されました。果たしてこれは本当に地下基地入り口なのでしょうか。皆さんと一緒に検証していきたいと思います。今日は大スクープのこの最新映像からお見せします。では写真からです、どうぞ。これが私が前回 Google Mars で YouTube 動画投稿しております火星の地下基地入り口が無数に点々と Google Mars で見えるこの小さな四角いものがそうです。そして今回マーズローバーキュリオシティが撮影した最新の画像と比べてみました。こちら右側がその画像です。そしてこれが Google Mars の画像となります。どうですか、皆さん比べると酷似してませんか。そしてなんとこちらはエジプトの古代エジプト文明の王の墓に入る入り口にも似てますよね。皆さんはどう思われますか。次の写真です。これがちょっと拡大したところです。ここ見てください、レーザーでカッターで切ったようなこの鋭い切り口、この石を見事にくり抜いております。そしてこの部分なんか非常に精巧に平らに切り抜かれてますよね。これが人工的に作られたものである証拠だと思います。これが自然にできるものではないと思います。皆さんのコメントをお待ちしております。このリンクは概要欄に貼っておきます。2枚の写真が撮られております。そして次の写真、これがその、はい、鮮明写真となります。ここですね、明らかにこの岩場をくり抜いて作った出入り口のような感じがします。ここにもスパッとこう岩を切ったようなレーザーカッターで切ったようなこういう亀裂も見えます。そして次です、はい、そしてこれは私が色をこうフィルターでかけたものです。どうですか、この入り口らしきもの、これなんかもうスパッと切ってますよね。何か鋭い工作機械でくり抜いたような感じがします。明らかに人工物だと思われます。火星には何者かが地下に住んでいるのでしょうか。そしてこれ拡大したところ、そしてこれが正式リンク、今回の mars.nasa.gov の1枚目の写真です。左側と右側にあるの2枚撮られておりますので後でお見せします。これがはっきり撮られた右側の写真となります。どうですか、ここなんかもう明らかにこう何者かの手が加わったものですよね。自然にこんなものができるわけがありません。エジプトのピラミッドの王の部屋に入る時の、まあ、ピラミッドの入り口に酷似してます。皆さんもウィキペディアとかで検索して写真検索してみると、これと火星にある今回発見されたこの入り口が酷似していることがわかると思います。そしてこれとなります。これが右側の写真です。では正式リンク飛んでみます。これがソル3466、今回2022年5月7日に送ってきた最新映像となります。ここに写ってます。そしてもう1枚目がこの左側に写ってます。これ2枚連続で撮られております。続いてこれが一番よく写ってますね。他探しましたけどこの2枚しかありませんでした。より一層詳しく見たい方はここからダウンロードしてみてください。するとさらに拡大して大きく見ることができます。今回見つけたこの正式マーズローバーが撮った写真から今回こちらをお見せしました。この火星で何か山の側面に作られたこの地下基地入り口のようなものは果たして何でしょうか。皆さんのコメント、想像、推測お待ちしております。また不思議な場所見つかりましたら皆さんにご紹介したいと思います。ラピ TV でした。ではまたです。さようなら。